太陽チャンネル。ラーメン。ラーメン。はい。ラーメン。岩牡蠣にもたえびにイカ焼きに焼きそば。唐揚げ。缶ビールの500。500。はい。おにぎり食べる。はい、おにぎり食べる。鮭でしょ。おにぎりの鮭一つ。4300円になります、はい、やばい、5000円もいかなかったんだけどちょっとこれやばいな、やばい、持ち帰り最悪いや、まだ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 、はい、はい、と、はい、いうことで、今回はね、海の家で1万円使ってみた企画1回目頼むとね、4300円やった食べ物と、あと飲み物、頑張りましょう。すいません、第1軍ラーメン、はい、かけてくれるの、え、違う、ちゃうじゃん、ラーメン用じゃねあ、オッケーオッケーオッケー、唐揚げにこれもある、うん、おいしいっす、ラーメンをすする、モサエビ、鮭、イカ焼き、おにぎり1個に対してこの漬物の量がめちゃくちゃ多いから食べれる、でもこれ美味しいよ、このつぼ漬けだよこれ、え、はい、モサエビ、モサエビ、モサエビ、いただきます。これ頭がないって書いてモサって言うの、確かに知ってた反応して、おにぎりやば。前回食べれなかった。うま、去年食べれなかったよな。うん。岩牡蠣。うん。ホットアレモン。出た。すみません、持ち帰りで頼みたいんですけど、はい。スーパードライの500を2本。で、フランクフルトが4本。で、焼きそばが2個。ピラフ2個。イカ焼き2個。ゲソ塩焼き肉です、これ全部、はい、顔すごくなる、口の周り洗ってこいな、そこで洗えばいい、あ、ということで、第2回戦ピラフと、あとビールとか、あともろもろもね、あとこちらあります、食べていきましょう。そうだな、
はい、ということで、海の家で1万円企画、全部食べれませんでした。でもね、今日来た海の家はお持ち帰りができるんでね、全てお持ち帰りにしてもらいましたんでね、また今晩食べましょう。